宅検合格パートナーのレトスの斧です弊社レトスは宅検試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております効率的な勉強の仕方とは理解学習です無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますのでチャンネル登録をしていただきこれ以外の動画もぜひご覧いただければと思いますはい、こんにちはレトスの斧です8月27日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます 勉強とは、自分の無知を徐々に発見していくこ,とこれはアメリカの哲学者の言葉ですこの時期になってもしで10点台20点台だと諦めたくなってきますよねでも違う視点に立ってみれば解けない問題を発見できたという見方もできますさらにこの解けない問題を解けるように復習すればその分実力も上がるわけですよねつまり解けない問題を発見する そして解解けけない問題をるるように復習するこの2つが勉強なんですよ弊社の個別指導の受講者様でもこの時期に点数が上がらない方はいましたそして気持ちも折れて勉強が手につかなくなってしまいましたしかしメールのやり取りをする中で気持ちを持ち直して最後の試験の前日まで勉強を続けていただきましたそして合格していただきました諦めないことが重要です 最後まままでで諦めずにに頑張っってていききしょうそれでは本日の3問に入っていきます A は B に対して人の生命または身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し B は A に対して貸金債権を有する場合 B は貸金債権を自動債権として相殺することができる丸か×かという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはえー、相殺することできませんので×ですねこの問題を苦手とする人、えー、多いんですけれども理解すれば簡単です人の生命または身体に危害を加えた加害者から相殺することはできませんもうこの事実だけ覚えておけば解けちゃいますでこれ許すとどうなるのか 本問では B は A に対して貸金債権を有していますつまりお金を貸した方が B さんでお金を借りた方が A さんなんですねでもし加害者から相殺できるというルールがあったらどうなるかこの場合貸主 B が A に対してお金を返さないならぶん殴ってチャラにしてやるよと言って殴ってしまうことができちゃうんですよねそうすることで被害者 A さんは損害賠償請求権を得ることができるんですけども B の有する貸金債権を持って総裁することができちゃうんですよねでそうなってくると世の中もうおかしくなりますよね暴力があふれてしまって、まあ、社会秩序が乱れてしまいますだからこれができないようにするために加害者からは総裁できないというふうなルールにしてるんですねつまり本門の場合 B が加害者です よって加害者 B からは相殺することはできませんちなみに問題文で言うと A が損害賠償請求権を持っているということなので A が被害者被害者は損害賠償請求権を持ちますよね逆に B が加害者ということが分かります、まあ、このルールっていうのは被害者を救済するためにきちっとお金を払うようにするためのものです、まあ、理解すれば簡単です 個別指導ではこんな感じの解説を行っております。まあ、具体例使ったりとかしていくと非常にわかりやすいですねえ。考え方をしっかり理解しておきましょう。では問いにですね。A が転売目的で反復継続して、えー、宅地を購入する場合でも、売り主が国、その他宅地建物取引業の適用がないものに限られているときは、A は免許を受ける必要がない。丸かツかという問題です。 答えはですね。A は免許を受ける必要がありますで。A は宅地を不特定多数のものから反復継続して購入するわけですよね。今回国とかその他宅建業の適用がないものから、まあ、地方公共団体とかなんですけどもそういったものから購入するつまり国。 地方公共団体って限られていたとしても、まあ、たくさんある、いるわけですよ。まだ、あ、地方公共団体以外にも、宅建業法の適用がないものっているんですよね。住宅供給公社だったりとか、まあ、いろいろありますので、結局はこれ不特定多数になるわけですよ。したがって、宅地建物取引業を行うということになるから、A は免許が必要だということです。で、国自身は例外なので、宅建業を行う場合も、宅建業の免許は不要です。 国自身ですね。あと地方公共団体。地方公共団体自身も、宅建業の免許は不要だけれども、国とか地方公共団体とかと取引するものは例外ではないんですね。なので、宅建業を行う場合は免許が必要だということです。で、これくらいで引っかかっていてはいけないんですね。これ考え方をちゃんと知っていて、それを使うことができたら、これ絶対引っかからないんですよ。この1点っていうのが重要なんですよね。 ここで引っかかっていって失点する方っていうのは、引っ掛け問題でもう3点、4点も失点するんですよ。でそうなってくると大体不合格なんですね。で引っかけ問題に引っかからないためにも考え方、解き方を頭に入れる必要があるんですね。つまり理解学習をする必要があるということなんですよ。だから個別指導ではそういったところをお伝えしてるんですね。合格するためにはちゃんと考え方、解き方をしっかり頭に入れる。そうすれば、 引っ掛け問題に引っかからないようになる。だから合格点を取ることができるっていうことなんですよ。いやそういったところを個別市場ではお伝えをしております。で、問いさんですね、えー。農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後返済が滞ったため、 当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても農地法3条または5条の許可を受ける必要があるルか×かという問題ですえ答えはこれ丸ですね競売によって農地を取得する場合も例外じゃないんですよ競売により農地を取得する場合3条許可または5条許可が必要です ま、この違いっていうのは、まあ、3条は、農地を転用しない場合ですね。つまり、この農地を取得するものが、そのまま農地として使う場合は3条許可が必要で、5条許可の場合は、農地を別の、えー、農地以外のものに転用する場合、例えば住宅を建てたいとはね、えー、そういった場合は5条許可が必要になってきます。で、なぜ競売によって農地を取得する場合に許可が必要なのか。こういった理由を知っているのと知らないのとでは、 実力が天と地ほど変わってくるんですね理解をしていると忘れにくくなります応用問題にも対応できるようになりますしかしほとんどの不合格者がこのような理由を考えずにそのまま覚えてしまってるんですねで結果として応用問題は解けないですしすぐ忘れてしまいますし結局合格点が取れないということになります、まあ、そうならないために理解学習を行っていただければと思ってます そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。